はい、どうもこんにちは、太郎です。今日は、シャドーバースのですね、新しいパックダークネスボルゴ、こちらが始まったということで、なんか画面が変わってる。はい、上ですね、こちらダークネスエボルグ、こちらを100連100連させていただきたいなと思います。チケットで10パックこちらいただいているので、そちらとクリスタルですね。まずちょっとね、このタイムセールしていきたいと思います。いやー、いきなりね、なんかいいの出てほしいけどね。さあ、何が出る、いきます。はいはい、ということでゴールドも、まあ、レジェンドも出なかったって感じですかね。ラストワード、自分の方はそうですね、ゴールドとレジェンドだけちょっと見ていきたいなと思います。ね、全部見ていったらね、ちょっとキリがないので、ではちょっと運営さんからいただいたこちらの10パック早速使いたいと思います。ね、個人的に欲しいのは四天使とハエノとオリビエちゃんですかね、が欲しいなーって感じですね。今、ネクロマンス結構使ってるんで、ハエノ欲しいのと、まあ、四天使はね、エクストラウィンっていうのがあるんで、かなりいいんじゃないかなと思います。その3つかな、それ狙いでできます。はい、お、いきなり来たー。しかもこれプレミアム、自分のターン開始して疾風のドラゴン一体を出す、連なる方向、ゴーゴー疾走が毎ターン出るってこと、やばくね。しかも自分のターン開始時っていうのがいいね、終了時だと除去されちゃうじゃん。お、またゴールド、エルフナイトシンシア、そのホラーをプラス1プラス0する、あ、めっちゃいいじゃんこれ、なんかロイヤルみたいだね、風神みたいなさ。はい、で一気にフィニッシュできて、おお、きたー嬉しい、すいません、スクショ失礼しました。資料の宴、墓地プラス13、劉備の笛、覚醒状態ならコフド再刊をヘルフレイムドラゴンに変身させる、加えるたびにヘルフレイムドラゴンに変身させる、なるほど、いいっすね、レジェンドいただきました。はい、さすがに来ないか、お、なんかプレミアムはい、どんどんいきます。はい、スカイスピリット、なんかかわいいな。はい、おっと、来なくなったぞこれは、大丈夫か。はい、どんどんいきます。おっしゃーい、あ、連なる方向はさっきですね、盗賊の極意、ロイヤル、潜伏状態の自分のフォロワー全てをプラス1プラス1する、自分のターン終了時、強そう、これはね、さっきのやつと一緒ですね。はい、やーっと、これは10パックでレジェンド1枚か。なんかね、レジェンドの期待値って8パックに1枚らしいっすね。なんでまあ1個出たらまあいいかなぐらいだと思うんですけど。はい、ということで10パック分、あ、エンブレムだ。例えば今回からね、レジェンドカード手に入ったらエンブレムもらえるようになるらしいですね。と10連では竜エビの方向と盗賊の極意などゴールドでした。じゃあこちらでね、クリスタルで引いていきたいなと思います。20連目ですね。いやー、ハエの方が欲
しいんだよね。お、ゴールド、魂の再利用とネクロマンスね。カウントダウン2、ネクロマンスするたびカウントダウンを1遅らせる。わ、結構いいんじゃないこれ。ソウルコンバーションぐらいしかさ、なんかカード引くやつなかったんだけどさ、これは良さそうだね。よっしゃー2枚きたってパンプティダンプティがちょっと主張しすぎてやばい。これ神引きじゃん、ハエの王と。いや、めっちゃ欲しかったんですよこれ。強いよね。まあランダムなんですけど、この3体をね、どれかを出すっていう。で、まあ消されなきゃ次のターンもまた出るしっていう感じで、即戦力になるカード。バンピーちゃん来たね。バンピーちゃんは最強ですしっていうね。フォレストバッター出るたび相手のリーダーに1ダメージ。進化時フォレストバッターが出る。かわいい。バンピーちゃんが来たからもう大丈夫。バンピーちゃん最強ですよね。恥ずかしくなってきた。お、ティアはプレミアムじゃないですか。熱い。クリスタルイブを出す。クリスタルイブ、あ、66か。ってことは2枚使ってコスト5を払えば66進化の守護が出るってこと。めっちゃ強ない、やば、かわいい。手札に戻せるしね、ティアは。はい、出ませんね。来い、まあ、さっきの引きがちょっと良すぎたっていうのは正直あると思う。ユニコかわいい。自分のリーダーを2回復、ニュートラル、かわいい。なんかさ、モンハンのキリン装備みたいだね。あれもユニコーンみたいなところある。キリン、ん、違うか。ガンナーメイドセリエ、かわいいなこいつ。これね、丸っぽい顔ね、好きです。ジュエの鐘かと思ったらハンマーだった。変異の恐竜、フォロワー一体をドラゴンに変身させる、いいね。こんなもんかな。はい、次。よし、ゴールド。エルフの少女リザ、フォロワーへの能力のダメージゼロになる。あ、強くないこれも。俺的には出されたら嫌なんだけど、まあ、負の嵐とかさ、黙示録でエルフってさ、結構一掃して畳みかけるみたいなのが多かったんだけど、そういう場面でリザ出されてたら何もできないからね。おい、あ、またリザ来ちゃった。あ、バンピーちゃんプレミアムじゃないですか。やばい。はい、さあどうなる。はい、卵2枚きたね。お互いのフォロワー全てに3ダメージ、自分も含めるのか。死ぬじゃん。やば、進化の絵やば、ツルツルだね。わはは、これで私をバカにできるか。わしの光にピカッと包まれるのじゃ。こいつネタなのかガチなのか分からんぞ。まあ、でも全体除去としては強いのかな。でもさ、こいつ出てすぐ死ぬみたいなパターンはしょっちゅうありそうだね。はい、ということで、20連目、あ、そうですね、エンブレム、ハエノーとティア、かわいい。しかもティアプレミアム、バンピーちゃんも今回は良かったかな。あの1回に全てね、なんか集約されてたって感はあるね。では30連目いきたいと思います。四天使かな、四天使引きたいね。あのロマンがねちょっとあるんで、四天使には。はい、お、古き魔術師レビー、グレンの魔術っていうのかな。フォロワー相手に3ダメージ、
親父 ベテランって感じじゃない、ベテラン。エイラの祈祷、回復するたびフォロワーすべてをプラス1プラス1する、すべてっていうのがさまた強そう。いいね。だからあのユニコとかと組み合わせたら毎ターンでしょ、しかも回復できるっていうのね。きた、これは噂のレオニダスなんかレオニダスの意志が本当に強いらしいね。このアミュレット、フォロワーが出るたびプラス3プラス3されて突進を持つ、バケモンですねやばない？乙姫とかと合わせたらさ、4号突進がレオニダスのまあアミュレットあるとしても4号突進が3体出るってことでしょ、強はい、あ、リザちゃんですね。リザちゃんよく出るね、いいね。はい、ほい、今回レジェンドなしか、はい反比ダンプティ出るたび笑っちゃうわやばい出ないね。どんどん引いていきましょう。あ、死の教えだ、いいね。なんかあのね、シャドウバースの、おっとベテラン魔術師来たか。またそれはそうと、レイナ、進化していない自分のフォロワー全てを進化させる、ニュートラル、強っ。場に4枚あったら足がめっちゃいい、へそ、私の力があなたをさらなる高みへと導きます。やば、これロイヤルとかエルフとかにいいのかな、盗賊の極意。あ、そう、シャドーバースのなんかね、公式ライターさんの放送を見てきたんですけど、セルウィン、行動符の手札に戻す、いいね。なんかエルフっぽいね悪いがこれが俺の役目なんだよな。さあおとなしくしてもらう。あ、進化したらさセリフ変わんじゃん。すでに狙いは定めてあるぞ、怖え。あ、そう、公式の放送を見てきたんだけど、なんかそれでね、喋ってることとかもう全然覚えてないんだけど、まあ覚えてることはね、あの、話していきたいなと思います。いきます。はい、ゴールド、いきなり、そう、ガルラ、自分のアミュレット一つのカウントダウンを3進める、相手のリーダーに3ダメージ、強ない？相手にダメージ与えつつ、カウントダウン3ってことは結構強いフォロワー出せるよね。天候を操り世界の均衡を保つ、抑神、あ、これこれ、死の教え、かわいい。この子のこの師匠、死はなんか殺されちゃうらしいんですよそれでこの子なんかどんどん闇落ちしてって、なんか最終的には角とか生えちゃうみたいなそういう話をね、なんかあの放送で聞いててマジかと思いながら見てたんですけど、だからまあシャドーバースでもさ、そういう展開があるのか分かんないんだけど、まあなんか一応そういうストーリーがあるらしいので、楽しみにねしていってほしいなと思います。ちょっと楽しみ。お、かっこいい、アザゼルさんかっこよすぎません？お互いのリーダーの体力を10にする、お互いのっていうのいいね。8か。この魂が移ることになろうとも脆弱で歪斜な人間どもに神を垂れることなどない。どこかの漫画のアザゼルさんとは大違いやなこれ終わったー、やったー、プレミアム竜指の笛、竜指の笛よく出るね、嬉しいです。竜曜日でまたドラゴンデッキ作り直すのもありかもね。ドラゴンは今回なんかドローするさカードがすごい増えてるって。あ、このドラゴニュートフィストとかもさ
ベラン魔術師スルーしちゃった。あ、なんか下一列かわいい感じ。はい、お、バンピーちゃん、バンピーちゃん3枚目バンピーデッキ作れってこと。バンピーちゃんは最強ですので、最強ですしだっけ。やめます、こんなこと言うのは。はい、いきます。お、すでに出てる2枚だね、レイナとシンシア、嬉しいね。おい、出ないかこれ。いきます。うん、はい、30連目の結果がこちらになりました。ゴールド1枚、まあ期待値通りかなって感じだね。ゴールドが、あ、違う、レジェンドが1枚か。なんか今回ゴールド出やすいんじゃないかなってなんか言ってる人が結構多いんだけど、確かにそうかもしれないね。いやー、お、龍巫女の儀式かな。手札を捨てるたび捨てたカード1枚付きカード1枚引く、やば。あー、捧げるのだ、何時が力を求めるならば。これあれじゃない、新たなルーンメイト合わせてさ、とんでもない数になるね。まあ、4枚で新たなルーンメイトやっても8枚もらえる、考えたらいいね。忌むべき悪魔の像、新顔フォロワーが2体以上いるならプラス4プラス2する、使いづらいな。いやでも全員進化させるとかあれと組み合わせるでいいのかな。いやなんかさ、このさ、悪魔の像の股間になんかさ、下のおっさんがなんかやってる感じがしてさ、すげえ嫌なんだけど。はい、お、ケリドウェンは確かね、ネクロマンスだよね。このバトル中に破壊されたコスト最大の自分のフォロワーと同盟のホラーを一体場に出す、めっちゃいい。あのムクロの王とかさ、すぐ出せちゃうんだけど、ネクロマンスって生も死も美も守もっていうのかな、わかんないよ。私は私のために生きる、私以外の全ては私の奴隷に過ぎないわ、ふふふ、さああなたも私のものになりなさい。お姉様、あ、そう、ムクロノオとかを進化でねまた出せるっていうのは、まあ相手からしたら嫌なんじゃないかな。あ、イーラーの祈祷、死の教え。死の教えに行っちゃう、つい。さあ、すまんすまん。はい、カローンってのがかわいいね。出るか、はい、プレミア出ましたね。お、レジェンド来た、アレキサンダーと言いつつアンティダンプティに行く俺。もうこいつがね主張しすぎなんだよ。このフォロワーは相手のフォロワーを攻撃できない、あ、リーダーを攻撃できないが、フォロワーを一旦に14回、しかも突進持ってんじゃん。14回ってなんで14回にしたんだろうね。常人には使えぬ竜を軍馬代わりとし戦車を引かせた。めっちゃかっこいいじゃんこの絵。だからあれか、アテナだっけ、こっちがさ受けるダメージがゼロになるっていうカードがあるんだけど、戦闘によるね、一ターンの間あれと組み合わせたらめっちゃ強いのかな。コンボでやる感じだね。はい、40連目の結果がこちらですね。お、イケメンのバッジいただきました。あ、エンブレムか。今回はアレキサンダーだけでしたかね。